さあ、始まりました。ジェイコム福岡人図鑑よろしくお願いいたします。ます一番最初はあの歌から始まるんですけど、はい、何でもあのちょっと練習されてきたそうで。はい、よろしくお願いします。ますじゃあこっちに振りながらいきましょうかね。はい、3。はい、ジェイコムからお届け。福岡人図鑑,人図鑑うまい、<laughs> さすがリズム感バッチリ <laughs> ありがとうございます。 えー、そういうわけで、えー、今日あの福岡市中央区の NPO ボランティア交流センターアスミンからお送りしていますジェイコム福岡人塚、えー、この番組は福岡で活躍されている方団体を人となりに触れながらご紹介をしています案内役は私岡八岡部八郎ですそして今回のゲストは、えー、日本スロージョギング協会理事の佐藤紀子さんです佐藤紀子ですよろしくお願いしますお願いします 今日はあのスロー・ジョギングの先生に会うということで、私もちょっとあのスポーツウェアに着替えてスニーカーは履いてですね、ジーバン入ってきました。はい、よかですかこの格好。はい、パチリです。よっしゃ、<laughs> ありがとうございます。えー、佐藤さんのねプロフィールをご紹介しましょう。はい、え佐藤さんは1980年7月22日生まれ、今38歳ですね。えー、福岡大学スポーツ科学部健康科学科に入学されて。 大学では体に負担をかけない運動であるニコニココペースの運動について学ばれましたで現在は健康運動指導士としてスロージョギングなどの普及活動にも取り組んでいらっしゃいます。であの仕事とですね両立してマラソンにも積極的に取り組んであってなんと皆さん東京マラソン2014にご夫婦で出場されまして夫婦で一緒に走った 最も早いフルマラソンギネス記録にも認定されているという素晴らしい方が表現そうですお話が楽しみですえそんな佐藤さんにお話を伺う前に三つのキーワードを書いていただきましたこちらですどうぞえ3つ読みますね一つ目はニコニコペースとの出会い二つ目マラソンの楽しみ方そして三つ目は 福岡マラソンとまあ楽しい言葉がねいっぱい飛び出しそうですが、じゃあ最初にあの一番に書いたやつをニコニコペースなんですけど、はい。何ですかニコニコペースっいう。ニコニコペースは私も福岡大学時代に、うん、あの叱り学んだんですけども、はいえー、あの約40年前はですね当時はやっぱりあの運動っていうのは頑張って、うん。 一生懸命しないと体力は高まらないと言われていた時代に福岡大学ではまあ軽度な運動まあ隣の方とお話をしながら笑顔で続けられるような運動の強さでも十分効果があるということを世界で初めて報告したこれがニコニココペース気持ちが和らぐ言葉ですね頑張らずにニコニコしながら。 だって僕ら中学校の時には、はい、頑張って根性で負けるな水飲むなもうその感じで相当鍛えられましたけども、はい、やっぱりその運動の仕方も変わってきてるということですよね。そうですね。じゃあ、えー、その出会った先生というのはいつ頃どんな感じで、さあもう私はずっと陸上部であの走っていたんですけども、はい、中学校ぐらいから中学からはい本格的にしてまして陸上は特にど,どこでを 陸上はですね、長距離で中学時代は8 0 0ルとか1 5 0 0あ大学になったら5,0001万どんどん伸びていくんですけども、うん、ちょうど高校時代伸び悩んだ時に、はい、田中弘明先生福岡大学の先生を紹介し <laughs> そうですでそこであのニコニコペースということとあの走るというのは頑張るものではなくて賢く走る。 というアドバイスをいただきまして新しいフレーズですね、はい、賢く走る、く走る夢中に走るとはしてますけれども、賢く走る、そうですね、<laughs> うん、賢く走るフルマラソンということで、はいまあ、ニコニコペースを守れば、誰でもフルマラソンを完走できるっていう言葉に出会いましたはあ、ちょっと待ってくださいね、言葉さん、ことばで今、何やら思わず聞き逃しそうになったのが、<laughs> 誰でも簡単にマラソン <laughs> フルマラソンが走れ、はい、ないです、僕は。 無理です1キロとか500メートル走るだけでもうやめとこう <laughs> でなりますできっと皆さん走るってこう頑張るイメージなんですけど、はい、例えば歩くペースがニコニコペース、うん、その方にとってのちょうどいいペースであればそのペースを守ればっていうところなんですねあの例えばスポーツクラブに行って、はい、僕もあのゆっくり歩いたりとかちょっと駆け足とかしますけども4キロとか時速だっけ はい、4, キ4キロから、まあ、ちょっと頑張った時に6キロぐらいでもちょっと無理かなぐらいのようにやってますけれども、はいはい、そ,それはニコニコペースよりはまだ遅いでしょいやでもその方にとってちょうどがいいだから時速4キロであればそのペースが岡八、はい、さんにとってはニコニコペースということでんとなく今ちょっと目の前が明るく開け,開けてきました。ななのののでその無理のないペースを守れば42キロも、はい でできまますすすよっていうう理論なんですいやもう一回戻りますけどいやそれで 500m ぐらい大丈夫なんですけどそれが42.5はなかなかとても考えたことないしたここととなないいしもんですよ、はい、皆さんそうやって言われるんですけど、うん、今本当にあのスロージョギングという形でその方にとってのニコニコペース、はい、歩くぐらいで走るっていうことをお伝えしている75歳から始めた方が<っ>、はい、今度あのフルマラソンに挑戦するということで。えー そうなんですかマラソンできる、できないはちょっと置いといて、はい、とにかくまあ同じぐらいの無理のないペースでまあ走る、はい、まあちょっと軽くですねあの走るっていうのはあの健康的にも血圧がね下がっていったりとか体重も落ちるし、はいはい、いいことですよね、無理しなければ。まさに万能薬で説得力あるな。<laughs> 今佐藤さんが、ね、ここに置いてらっしゃいますけど、はい、こういうスロージョギングの本も、はい、結構出てます、さんそうですね、うんまあ、田中博明先生のスロージョギングの本はもう何冊もありましてうん、うん、最新の,、はい、あの本はこちらで<ー>スロージョギングでフルマラソン完走できますというノウハウがしっかり詰まった本になってます体に負担の少ない走り方とかね、はい、もうなんか解説、ずっとついてるしいいですよね。なんかこう 実はあの走るのあまり好きじゃないけどテレビとか見てると、まあ、僕のドラマの「陸王」とか見たら、うん、走ってみたいなとかやっぱ思ったりしてたんですよね、はい、でもその、えっと、走り方を教えてくれる人がいないのでなんか我流で走ってね、はい、多分だめだろうなと思ってたのがこういうね、はい、あの本をきっかけにとか田中先生の本をきっかけにとか、はい、いいですね、はい、ぜひ一緒に走りましょう。 田中先生について佐藤さんが今スロージョギングをどんどん広めていらっしゃるんですね、はい、ありがとうございます J.com からお届け福岡人図さあ今日は佐藤さんに三つのキーワードを伺っています二つ目に行きますじゃん。マラソンの楽しみ方さあ来ましたよ、はい、本格的な話になるのかな <laughs> ですね まずその佐藤さんが中学校、高校も陸上部ずっと走っていらっしゃって、はい、気持ちいい風景を見ながら走るとかね最近はいろんな街とか都市とか世界の観光地走るのありますよね。はい、でいろんなあの大会ありますけれども,、はい、もうたくさん出てらっしゃると思いますけど印象的な大会とか,なんか皆さんがいろいろ知りたがっている大会も多いと思うんで。 はい、そうですね。あの実は先日あのスロージョギング協会の、はい、ポーランド研修会を担当しまして、ポーランドまで行ったですか？はい、行ってきました。でその翌日がワルシャワマラソンということで、はい、まあそれはもう素晴らしい街並みを観光しながら走れるというんですね。はい、どんな街並みなんですか？いやもう本当に教会があったりとか、うん、もう世界遺産にされるようなこう街並みがコース上から 見られるその時の,そのポーランドの時の走りはの時間だったんですか今回はちょっと張り切ってしまって途中ペースダウンをしてしまって <laughs> あの無事に3時間29分でではゴールしたんですよね時間29分っていうと、はい、まあ短い映画だったら2本ぐらい見れるんですけど走ってる時ってどんなことを考えてもちろん最初と最後まで違うと思うけど。はい そうでいやいや初マラソンの時は私も長い時間なので <laughs>、はい、考えることを考えたりしてたんですけど、うん、意外と走ってみると1キロごとのラップタイムを見たり。はい 一応まず、走るてこうちゃんと最近みんなですよね、はい、そういう専門の腕時計を持ってらっしゃって。はい、で、ーペース配分を、はい、あの、ちゃんと自分のペースいけてるのかなっていうチェックをしたり。うん、あと五キロごとに、あと三十秒で終わりますよ。<laughs> それ30秒 <laughs> で終わります。が考えてるんですか。五キロごとに、あの、給水ポイントがありますので、<laughs> ね、それを、あの。取ったりとか、うん、意外とやることがあって。 でただ私もやっぱり大体15キロぐらいから疲れが出てくるのであの自分の年齢に例えて、はい、あ17キロ17歳は高校時代青春時代楽しかったなとかですねそれ面白い、はいあと30キロはきついけども、うん、ここ頑張れば私の30代はバラ色だとか,、うん、なんかそういうことを考えて走ってました。<laughs> いろんなことを、まあ、回想をしながらまた未来のことなんか思いながらそうです、ね、とても楽しそうに走ってるんだから僕今回のワルシャーマラソンは、うん、スローチュ研修会のあとということもあっていろんな情報を、はい、頭に浮かんで、はい、私は誰よりも性能のいい。 プリウスハイブリッドカーだと思って走ってましたね <laughs> <ー>で5キロの給水はあの洗車をしたような気持ちであ,あーそうか車で、ね、<laughs> あのあるようね一回水浴びてすっきりして綺麗になっていくんだというでもやっぱ途中であのあもう私は中古車最後廃車にならないようにみたいになって <laughs> しまったんですけど無事にゴールできましたね <laughs> はい。 今のお話だったらまあ4、ね、2 1 5キロ,キロ,キロ、まあ3分の1ロまあ三分の一ぐらいでやっぱりちょっとあきついなっていうのがですね、うん、そこがいつ来るかっていうのは毎回違うんですけども、うん、私の場合はやっぱり1 5キロぐらいがます、うん。その時自分でこれはこうして乗り越えるんだって何かちょっと自分で決めてることがあります。やっぱりあの最後あのゴールの後に必ずご褒美を準備しておくんですね。<laughs> 今回何だったんですかあの、破れまんじゅうが大好きで,す、ねですね。大好です <laughs> そ。それにたどり着くために、頑張ろうっていうモチベーションが。<laughs> もう大事。はい。あ,あ、そうか。なんか大きなブランドバッグ買ってもらうと、そんなことじゃないんですよね。破 <laughs> れまんじゅうというところは、僕も非常にまた、ニコニコですスと、それも時期つながりものがありました <laughs> 大事なこと、聞くきもさっき忘れた。はい、マラソンの楽しみ方の、ちょっと後半に聞こうと思って、忘れてました。はい ご主人はマラソンで出会ったんですかあ、そうなんですあの大堀公園で出会いましたうわー、まあ、ベタな <laughs> マラソンえ、それは全然知らずに二人が走ってたんですそうですねたまたま私がちょっと早いランナーにあの一緒に練習してもらってその方について行ってた時に、うん、たまたま主人もその人の知り合いで、うん、一緒に走ってたっていうので第一印象は女性にしては早いなっていう、はい ことだったみたいです、ね。ご主人はそういう印象をお持ちになったということですね。はい、でもやっぱりほら趣味が一緒だったよね。はい、話がやっぱり合うし、うん、なんか未来に向かっていろんなことがね、はい、話ができてて、えー、マラソンの楽しみ方もたくさんもう教えていただきました。ありがとうございます。そして。 いよいよ近づいてきました、はい、福岡マラソンです、はいで。福岡マラソンはご主人とも走ってらっしゃるんですか。はい、あの今回5回目なんですけども、はい、あのすべて夫婦で出場させていただいてます。うんうん、はい、はあ。そうなんですね。で、えー、福岡マラソンがえー、っと僕は思うのはあのコースが福岡市内のど真ん中から、はい。はい。 それかからずっっと海ののの方方にに行くんですよね糸、はい、島二浦の方に向かって何度も走られて福岡マラソン体験されてて、はい、なんか福岡マラソンって面白いんだっていうのをちょっと熱く語ってください<あ>カメラはこちらです私はやっぱり生まれ育ったのが福岡なのでそこをやっぱり走れるっていうのが一番嬉しいこととあと天神のど真ん中からスタートしてやっぱり町と、まあとあ海と。 ああとまあ最後はまあ田園風景ですねを楽しめる、まあ、バラエティーに富んだコースっていうことも魅力ですあと途中でですね私、あの中学校の先輩が海から応援してくださって<海>船などに乗ってですね<ー>海からの応援で,で、ね、はいあの,のんちゃん,ん、頑張れと海から声が聞こえるのもものすごく力になりました。<laughs> うん とはもう途中の給食も充実してまして、はい、あの石村。給食がですね、はい、もうこんなにたくさん、はい、いろんなものが。食べられるというですね、あと給水所の。給食。給食。本当、小学校の時の給食のがありますよ、給食が。乾燥の鍵を握るとか。あのスポーツマシュマロだとか、あと牧のうどんだとか。はい、もう福岡ならではの。 楽しみが走りながら満喫できます。秋のうどんはそうですよね。福岡ならのうどんですね。うん、ひよこのプチデザート、人形焼き。はい。<laughs> ちろりあんご美味しいね。これ甘くて。美味しいですよね。ねちょっとやぶれ饅頭好きだ。<laughs> そうなんです。佐藤さんだったらなおさらね、甘いものスイーツは。<laughs> はい。 あゴールした後もおもてなしエリアでおいしいビールとかあの食事があのブースが出てますのでぜひそのゴールを楽しみに感想していいいたただきたいなと思いますい僕は,あの僕はの糖尿病で糖尿病の通っている女性の病院の先生が10年ホノルルマラソン出てらっしゃるんですけども。はいはい でやっぱりハワイってみんななんかコスプレとかあるんですかってコスプレもあって楽しいよってなんかいろんなってはい福岡マラソンも仮装の方とかもいているんですかはいたくさんいらっしゃいますねあのなんですかねあの人形の仮装だったりとかなんですかねありのままでとかありのあの加工されたりとか本当にいろんな加工の方が多いですねそうなんですか じゃあ佐藤さんも今年やりますかコスプレで。できるので、ちょっと一生懸命走るから、うん、はい、あの邪魔にならないぐらいのコスプレがあれば。さあゆるキャラみたいなの絶対走れないと思いますけど、あのなんかね。 もうスタートぐらいの,さあの映像とかしかあんまり見たことないんですけどたくさんいっぱい一緒に走られるわけじゃないですか、はい、でさっきのスロージョギングの感じだったらちょっと横の方とも話しながらという感じがすごいイメージがあるんですけども、はい、福岡マラソンの時もなんかああだ今年も会いましたよねなんてこう言葉を交わしながら走ったりするあそうですねあの昨年もそれこそあのイギリスの方とあの途中で会って、うんはい、たまたまその。 2か月後ぐらいにロンドンに行く予定があってテンションが上がって、はい、その方と,ちょっとロンドンに行くよとかいう話をさせてもらって <laughs>、うん、でもちょっと置いていかれたんですけど <laughs> もうぜひ今年はついていけるように頑張りたいなと、はい、佐藤さんあのご主人と福岡マラソンを、ね、楽しまれるということなんですけども、はい、ちょっと前に、ね、聞きそびれてました。あのはい 2014年に東京ですよね東京マラソンご夫婦で走られてご夫婦ご夫婦2人の合算した記録が誰よりも早かったという、ねはいえー、いわゆる、えー、夫婦で走った最も早いフルマラソンギネス記録にも認定されている、はい、素晴らしいです素晴らしいです、はい、そして今度は夫婦で福岡マラソンも走られているはい、はい、東京マラソンの時は 俺の時も狙ってたんですかそうですねこの時はあの狙っていましてもともと私は東京村さん相性がいいので、うん、まあ普段の自分の力を発揮すれば、うん、あの大丈夫と。 すれ違いで一回主人の走りを見た時に調子よさそうだったので今回大丈夫だなということでゴール地点で兄が東京なんですけど兄と主人が一緒に待ってくれてたのがちょうど帰りの宿泊所の隣に酒屋さんがあってギネスビールを2本買ってまずは。 宿泊先でこうまずは2人で乾杯を最高のででですすすね、はい、楽しかかったですうわそう福岡マラソンも毎年楽しみに、ね、していらっしゃってあの今年も、ね、出場される方多いと思うんですけれども佐藤さんから、えー、福岡マラソンに、まあ、今年出られる方へのメッセージというか、はい、応援の言葉ばを一と言お願いしてもいいですか。はい 福岡マラソンでられる方、ぜひあの福岡の街並みを楽しみながら、福岡タワーや海ですね。であの最後、後半の二見ヶ浦はとっても綺麗です。うん、でもゴール後のおもてなしエリアはも本当に充実してますので。<laughs> ぜひそれを楽しみに、あの乾燥していただきたいと思います。多分この機会に、あのジェイゴムの皆さんもですね、はい、スロージョギング始めると思います。ぜひ一緒に走りましょう。<laughs> <laughs> いいですね。皆さんもぜひですね。 このスロージョギング、始めてください。はい、今日はあの日本スロージョギング協会理事の佐藤典子さんに来ていただいて。マラソンの楽しみ、いろいろと教えてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ、みさんに福岡マラソンで走ってる気分で、手を振りましょうか。はい、こんな感じですね。あ、これ、はいはい、こっちだった。<laughs> <laughs> 頑張りましょう。またお会いしましょう。はい